気を振り返りたい呼び覚まし澄み渡る夜空輝くあの月のようにいつまでも欠けても満ちていく強さになる譲れない想い残響の声に導かれて儚いまっすぐ始まる世界への君と終わらない目が覚めた？気分はどう？どこか痛くない？僕のことわかる？よかった。パラレルの中間で話したことはちゃんと覚えてるみたいだね。うん、気分も悪くなさそうだ。まずは一安心だね。はい、おふざけはここまで。一応改めて言うけど、僕の名前はオリオン。もちろんちゃんと覚えてるよね。これから君の相棒になる精霊だから、くれぐれもよろしくね。さて、それじゃあまずは家族に相談してみようって話だったね。家族から君の情報を聞けば記憶なんてすぐ戻るよ。ただ、問題はね、君一人暮らしみたいなんだよね。いや、君が寝てる間に家の中を見て回ったんだよ。君んちワンルームマンションみたいだね。日当たりよし、収納も多し、風呂トイレ別、室内洗濯機か、築年数も割と浅め、モニター付きインターホン完備、解錠ボタンがついてるとこを見るとオートロックのマンションなのかな。セキュリティも万全ってわけだね。君って見たところ高校生か大学生くらいだと思うんだけど、問題は相談できる家族がこの場にいないってことなんだよ。単に一人暮らししてるだけなのか、天涯孤独の身の上なのかはわからないけど。ねえ、君自身はこの部屋を見てみてどう？何か思い出さない？もしかして君の部屋じゃない可能性もある？いや、そこまで考えてたらキリがないか。他人の部屋でパジャマ着て寝てたなんて不自然だもんね。とりあえず君も部屋の中を見てみてよ。引き出しの中とかさ。僕、人類のものには触れられないから、そのあたりはノーチェックなんだよね。僕が見て分かったのは、君が一人暮らしだってことと、今が8月らしいってことくらいかな。ほら、カレンダーが8月になってるでしょ。
その割には快適な温度だけど。ということで、まずは自由に探してみてよ。筆記用具に便箋、封筒。ああ、君がどういう人なのかが分かるようなものは全然入ってないや。アルバムらしいものはないか。写真があれば有力な記憶のトリガーになりそうなのにな。他に置いてあるのは難しそうな本ばっかりだね。基礎心理学、臨床心理の現在。君って心理学の勉強をしてたのかな。雑貨入れだね。特に見るべきものはないかな。お、奥に何かある。なんだろうこれって。ただの少女漫画じゃない。こんなのいちいち隠さないでよ。学校のレポートでもやってたのかな。あ、手帳らしいものがあるね。これは後でよくチェックしないと。お菓子の空箱が捨ててあるくらいだね。さっきまで君が寝てたベッドだね。ついさっきまで寝てたはずなのにこんなに綺麗。そういえば君、起き上がるなり自然にベッドメイクしてたよね。君、エアコンつけっぱなしで寝てたんだね。それでこんなに快適な温度なんだ。納得納得。これだけで随分いろんなことがわかるぞ。うん、やっぱり君の名前は君が自分で思い出した通りの名前だったみたいだね。それから君は大学生みたいだ。心理学科の1年生。学校の住所も書いてある。これならちゃんと学校には行けそうだね。ん、でも待てよ。今は8月なんだよね。それだと大学は夏休みじゃない？え、精霊なのに大学の夏休み期間なんてよく知ってるなって？僕こう見えても人類の常識には結構詳しいんだ。あれ？ってことは、ラッキー！これで今月中は猶予ができたね。大学が始まって雑多な人類の思惑や欲望にさらされる前に記憶を取り戻せるかも。たくさんの人に会えば会うほど記憶を取り戻す可能性は高まるけど、騙される可能性も高くなるからね。夏休み中で自由な時間があるのはすごく運がいいよ。今月いっぱいを目標に頑張ろう。僕も
精一杯協力するよ。頑張っていこう。それじゃあ。あ、携帯、携帯発見。これだよこれ、最高の情報源。中身をチェックしてみよう。メールや通話の履歴を見れば何か思い出せるかもしれないよ。お母さんとか親友とか疑う余地なくはっきりきっぱり書いてないかな。あ、早速情報発見。今日は8月1日みたいだね。ほら、ディスプレイに表示されてる。やったね、夏休み丸々1ヶ月余裕がある。それじゃあアドレス帳を見てみようよ。家族っぽい人の番号がないか調べてみよう。それがダメならメールの履歴で仲の良さそうな人を探して。うっ、何、着信？まだ何にも調べてないのに。通話ボタン押そうとした？何のためらいもなく？あのね、しつこく言うけど、もし相手が仲の悪いやつだったら記憶喪失だってバレるわけにはいかないんだよ。例えば君に一方的に惚れてる相手がいて、君はめちゃくちゃ困っていたとする。でもその相手に自分は恋人だって言い切られて信じちゃう可能性もあるわけでしょ。ね、そうならないためにも情報を吟味して慎重に行動しなきゃ。で、そうだった、電話鳴ってたんだっけ？まだ鳴ってる？大丈夫？なかなか根性のある発信者みたいだね。ついでにあと1分くらい待っててもらおう。とりあえずこの電話の発信者は一休さんって人らしいけど、ツッコミ入れたくなる名前だけど、これってあだ名なの？本名なの？男なの？女なの？普通に考えれば友達か大学の先輩ってとこかな。さん付けだし目上の人かも。ちょっとドキドキするけど試しに出てみる？何か情報ゲットできるかもだし。あ、やっと出た。僕だけど。今日君もバイト休みだよね。出られる？どっか行こうか。どこ行きたい？今日ならゆっくりできるよ。ちょ、待て待て待て。会話するのも微妙なのに、二人でお出かけとかいきなり難易度高いって。時間はたくさんあるから、わがまま言ってくれていいよ。わがままとかそういう問題じゃなく、せっかく勇気出して電話に出たんだから、住所、氏名、所属、知り合った経緯を語ってよ。自分でも無茶ぶりだって分かってるけど。参ったなこれ。
とにかく話つないでみて。別に君の行きたいところでいいよ。映画でも見に行く？それともうちに来る？あ、僕の家に上がるんならそれなりの覚悟をしてもらうけどね。覚悟って何の覚悟？冗談だよ。黙り込まないでよ。デートの行き先は本当にどこでもいいって。単に会いたいだけだから。デートってことは君たちって恋人同士？待て、それは判断が早すぎるか？どうしよう、思い切って会ってみた方がいいかな。もし彼氏なら強い味方になってくれる可能性は高いし。とりあえず記憶がないってことは隠したまま、信用できそうかどうか様子を探ってみたらどうかな。まあ隠すって言っても普段どういう風に喋ってるかさえわかんないんだけどさ。なんとなくこいつって君より年上っぽい感じがするんだよね。勘だけど。だとして君って年上には敬語で話すタイプだったのかな？そこでいきなりですが、ギャンブルタイム。敬語とタメ語、好きな方にかけてファイナルアンサーだ。うん、よかった。黙り込んでるからドキドキした。じゃあ30分くらいで行くから支度しといて。敬語で当たりだったみたい。さて、とりあえず第一関門はクリアだ。そして第二関門は、顔も知らない男とデートして情報を引き出すこと。っていうか、いきなりハードル高すぎだよね。何この無茶ぶり。でも行くって決めたからには難しく考えても仕方ないし、案ずるより有無が安しだよ。そうだ、デートに出かける前にメールの履歴をチェックしとこっか。さっきの一休さんと普段どんな会話してるか確かめておかなきゃね。どうしてメール履歴が一件もないのかな。通話履歴はなし。うわ、入ってるデータさっきの EQ さんの電話番号だけだし。何が起こったらこんなことになるの。そっか、わかった。君さ、前の携帯を壊しちゃって買い替えたばかりなんじゃない？水没とか落っことして踏んだとか、それならこの状況もおかしくないよ。うん、納得納得。で、なぜこのタイミングで。今手がかりになりそうなのは一休さんだけってことか。記憶がなくて家族がいなくて、手元にあるデータは自分の名前と彼氏らしき人の電話番号だけって。
もうこれ立派なホラーじゃない？いや、サスペンスかな。はあ、とにかくすっごく厳しい状況だけど、なんとか糸口をつかむしかない。早く着替えてデートに行こう。まずは会ってみないと何もわかんないしさ。あ、着替えてるうちになんだかんだでちょうど30分くらい経ったかな。はあ、ドキドキするね。なかなか来ないな。ちょっと待って、いくらなんでも遅すぎるでしょ。女の子をここまで待たせるってどういうこと？連絡の一つもないんだけど。待てよ、いつもは外で待ち合わせてるって可能性もあるか。もしかしたら待たせてるのはこっちだったりして、ちょっと下まで行ってみようか。何？この外の寒さって何事？今8月じゃないの？8月って夏だよね。でもこれって秋くらいの気温じゃない？涼しすぎるよ。半袖とか無理だから。とにかく、これじゃ風邪ひくよ。もうちょっとあったかい格好に着替えてから出かけよう。家の周りはこんな感じなんだ。